フラットホーム、有馬口駅は、兵庫県神戸市北区、有野町からびつわざ淵根垣にある、神戸電鉄の駅。駅番号は、キロバイト15。当駅より、三田線が分岐し、列車運用上の重要な駅でもある。当駅は、三田線の起点となっているが、運転系統上では、ありません新海地方面からの列車の大半が、三田線に入るようになっており、 ありま線ありま温泉方面の方が実質的に支線扱いとなっている。島式二面四線ホームを持つ紙幣駅。ホーム有効長は4両。駅舎は下り線側見たよりにあるほか、上り線側見たよりにも無人改札口がある。これらの改札と各ホームの間は校内踏切で渡る必要がある。無人改札口無人改札口には、 券売機がないため、入場時には、発行機で、発駅証明書を取って入場し、校内踏切経由で、本駅舎に回って、乗車券を購入する。また、校内通行証で、駅構内の通り抜けができるようになっている。以前は、有馬温泉方面と三田方面の重要な、乗り換え駅にもかかわらず発車案内表がなく、自動放送が、固定音声のもののみだったが、 2008年までに神戸電鉄発のフルカラー LED 発射表がホームに設置され、同時に自動放送も詳細化された。また、外国からの有馬温泉への観光客への配慮からか、英語による自動放送も行われている。これは神戸電鉄では初である。配線上、2番線と4番線は三田方面に繋がっていない。海地方からは1.2番線に、 有馬温泉方からは2.4番線に、見た方からは1.3番線に入線可能。出発については、有馬温泉方へは2.4番線から、見た方へは1.3番線から、深海地方へは3.4番線から発車可能。2013年6月1日の暫定的な配線変更に伴い、1から3番線と有馬温泉方を結ぶ。 分岐器が切り離され、有馬温泉型は8着ともに4番線のみ可能となっており、2番線は休止状態であったが、2014年4月17日に配線変更の工事に着手し、2014年6月28日のダイヤ改正より2番線の使用が再開された。配線変更前は1番線、2番線ともに有馬温泉方面。 三田方面の両方向へ発車可能だった。近年の1日平均乗車辞任は、過表の通りである。2006年1月22日に、東駅構内において上り回送列車が脱線した。原因不明のまま、神戸電鉄は、現場保全命令が解かれた直後に運転再開、入線の際に速度を、時速1 5トルにまで減速する措置を、 取っていたにもかかわらず、2月3日に、再び同駅にて、下り普通列車が脱線した。2回の事故ともに死傷者はなかったが、事態を重く見た、国土交通省緊急入局は、保安監査を行い、それに基づき、神戸電鉄に対し、具体的な改善計画の提出を含む、改善勧告を発した。当初原因として、 当駅構内のレール一箇所における極度の摩耗1回目の事故車両の車輪転作の不全などが指摘されたが、2007年9月28日の国土交通省航空鉄道事故調査委員会の報告書では、神戸電鉄のレールを 50kg に交換する際に工事費がかさむなどとして構内に設置されたままとなっていた対象14年型と呼ばれる 旧式の 37kg 分機器が他のレールより 7mm 盛り上がっており、その上脱線した車両が車輪転作を終えたばかりで車輪の摩擦力が増大したことが事故の原因であるとされた。韓国直後から神戸電鉄は当面の処置として当駅構内の 37kg 分機器の使用の停止、車輪転作の改善、運転指令者、 乗務員に対する指導の徹底を実施。またこれによって、三田線は、特快速の運転休止などを中心とした、暫定ダイヤとなる。さらに改善計画の提出期限日であった2006年3月23日には、神戸電鉄線内に残る 37kg 分機器の、交換、撤去、有馬口駅構内におけるホーム拡幅、曲線緩和のほか、安全投資を、 年10億円増額するなどの長期的改善策を表明。11月には分岐器の交換が完了し、11月25日始発より、事故前のダイヤに戻っている。2013年5月28日午後8時頃、東駅構内において、新海地発道場、南口行き普通電車の2両目が脱線した。事故の影響で発生日から同年5月31日まで、 谷上岡城館と有馬口有馬温泉館が運休した。脱線箇所の分岐器を撤去し、同年6月1日初発より運転を再開したが、新海地方面から有馬温泉への配線が一時的になくなったため、暫定的に運行形態を変更した。2019年度移動等円滑化取り組み報告書。神戸電鉄。 2021年4月21日閲覧。ABCDEFGHIJ 兵庫の鉄道全駅私鉄公営鉄道神戸新聞総合出版センター2012年12月10日169ページ。ISBN 9長7843億4300万6745。AB 神戸電鉄ありません脱線。 事故前のダイヤに有馬口駅全ホーム再開、兵庫。毎日新聞、P23AB、新鉄有馬口駅で、脱線乗客らけがなし7年前も2度事故。神戸新聞、P1AB、新鉄が、運行再開4日ぶり。神戸新聞、P1AB ダイヤ改正の実施について脱線事故後の、運転再開と今後の対策について、 アーカイブド2013年6月11日。アットザウェイバックマシン。有り口駅構内の配線変更工事について。アーカイブド2014年8月4日。アットザウェイバックマシン。神戸市統計書2021年4月21日。閲覧神戸電鉄。会社案内。年譜平成16。2013年7月12日閲覧。ありがとうございます。